きだりひでチャンネル。はい、こんにちは、高島秀武です。いきだりひでチャンネルご覧いただいてね、本当にありがとうございます。世の中にはいろんな方がいて、この間、ある人からですね、このいきなりひでチャンネルで面白いって褒められた。こういうとね、画伝飲水の自慢話みたいに聞こえますけども、よく聞いてみるとね、私が適当に喋ったことを、間違ってたら訂正したりね、それからなんかその心の中をですね、これは自慢だとかね、いろいろ表したり、演出している、人がいるわけね。で、その辺がですね、結構面白いということで、私が素の喋りだけでこれをやってたらですね、あんまり面白くないということなんですけども、うん、まあまあ、でもね、とっても嬉しいね、反応でした。今日は金曜日ですから、株式会社野口医学研究所から、よかったでしょうのね、サプリメントをお一人の方に当たる日でございます。さあ、今日はですね、そうですね、なかなかうまいなと思ったんですけども、この方からいきましょうか。川柳ネーム、みっちょんという横浜の会社員の方なんですけども、以前は在宅勤務を強いられていましたが、最近は出社する機会も増えまして、そこで一句。悩ましい。買うか買わぬか定期券。これわかりますよね。悩ましい。買うか買わぬか定期券。今だけどスマホでいろいろね、計算なんかもすぐできますし、1週間に何日ぐらい出社するんだろうとちゃんと勘定して、お金をね割り出してから、じゃあ定期買おうかとか、やめとこうとかそれでよろしいんじゃないですかね。なるほど、悩ましい。買うか買わぬか定期券。次はですね、まさに私ですね。この方は、私は今年で52歳ですと。あ、52歳。かなり年取ったなぁと実感しています。52歳で？ 52 歳はまだまだ若いじゃないですか。今回はそれに関連して川柳作りました。パスワード、三歩歩くと忘れてる。パスワード、三歩歩くと忘れてる。ほんとそうですね。私もこの間、NHK プラス、あれの登録をしましてね、全部できたんですよね。で、NHK からなんか、はがきかな？なんか来まして、それをちゃんとまた入れてね、ネットで送り返せというのがあったんですが、そうだそうだ、NHK プラスで1週間の番組を見れるはずだっていうんで、こうやってたら、いわゆるパスワードと、それからなんちゃらっていうのをね、入れろっていうんで、すっかり忘れちゃったんですよ。なんだっけなって。もうどうしようもないですね。はい。パスワード、三歩歩くと忘れてる。それから、こちらのみっちょんはですね、もう一つ、MP3 プレイヤーなどの音楽再生機を買ってみても、使う人間が私のようにおっさんだと、最新機、聞くのは昔の曲ばかり。最新機、機械は新しいと、最新だと。でも聴くのは昔の曲ばかり。これもなんかあっちこっちの日常的な出来事であるんでしょうね。いいじゃないですか、昔の曲聴いてるのがね、一番懐かしいですよ、本当に。それからですね、最近なかなか増えてきたのが、GoTo キャンペーンでね、いろんなところに行って、東京でもね、賑わいが戻ってきたというのがですね、いっぱい来ておりますね。タクボのお姉ちゃんという、東京の40代の女性ですが、あでやかな着物が戻った浅草寺。いいですね。あでやかな着物が戻った浅草寺。墓参りに浅草に行きました。ほう、外国人観光客がいっぱいの時は、レンタル着物のギャルがたくさんいたんですが、一時パタッといなくなりましたね。最近は GoTo トラベルで日本人の女の子が着物姿で歩いています。いいもんですね。華やかでという。ああ、いいね。あでやかな着物が戻った浅草寺。つまり、もうじきっていうか、ね、1ヶ月ちょっとで新年になりますけども、その時にまた、コロナがね、流行ってて、なんかね、ロックダウンとか、そういうようなことにならないように、新年はね、マスクしながらも、
こういう艶やかな、ね、和服姿の女性だとか、街がなんかねもう活発に快活に元気に、そういう正月でありたいですね。天気もついでにいい天気でありたいと思います。それから打足ですけど、浅草でなぜ売るのかな人形焼きまあいいじゃないですか。なんか共通してます、下町でね、はい、浅草でなぜ売るのかな人形焼き。田久保のお姉ちゃん、東京の、ね、40代の女性の方、いろいろありがとうございました。そしてね、最後はですね、私にあの激励の、川柳をいただきまして、埼玉のウィリアムスさん、雨男心は晴れ晴れ高島屋。最初これ読んだ時にね、何言ってんのかなと思ったんですけどね、要するに前に紹介した話の中で、あの晴れ男という人がいて、俺はすごいんだよね、ゴルフ行ってずっと雨降ってたのに、ティーグラウンドに俺が上がった途端に雨が止んでさ、薄日が差してきたなんつって、その点私は雨男でという話したことあります。これでね励ましてくれてるんですね。雨男心は晴れ晴れ高島屋と、こんな調子で、来週もですね川柳頑張りたいと思います。さあ今日は金曜日ですので、株式会社野口医学研究所からサプリメントのプレゼントがあります。よかったでしょうという私が独断でですね、お一人選んで、サプリメントをお送りしておりますが、今日のサプリメントはですね、野口医学研究所から濃縮アキューコン、濃縮アキューコン、よかったでしょうお一人なんですが、今週は濃縮アキューコンです。ウコンといえば飲みすぎの際の肝臓をサポートするものとすっかり有名になりましたが、中でもアキューコンはその作用が強いと言われております。濃縮アキューコンには2粒でクルクミンという成分が 310mg といっぱい入っております。ということで株式会社野口医学研究所の濃縮アキューコンのサプリメントをプレゼント、よかったでしょうはですね、川柳ネームウリボー、主婦の方、ホームヘルパー61歳という方で、未公開年金受給で年がバレ、未公開年金受給で年がバレ、このウリボーさんのね川柳に、そうです、濃縮アキューコンをお送りいたします。よかったでしょうお目当てにですね、来週も川柳の応募をよろしくお願いいたします。今週もご覧いただいてありがとうございました。川柳のアドレスはこちらです。そしてついでにですね、いいでも押していただくとねありがたいです。来週もまたチャンネル登録をたくさん増やしたいので、ね、ご協力のほどよろしくお願いします。今週もご覧いただいて本当にありがとうございます。ではまた来週。